あんまりやることではないですよね、ああいうことは。でも見ててびっくりしました。そうですね、でなんか僕を探してたらしいですね、あと俺がどっか隠れてて、ね、なんでしょうがないから上がっていったり。この前あの、まあ、ここにやってる、今日はいらっしゃらないんですけど、塚田君からその窪塚君とお話をして、そのかなり彼が感動してた、言った時に、どういう話に感動したのって言ったら、今まであんまりこういう話を聞いたことがなかったと言ったそうなんですけど、まあこれ追い求めにね、質問してもどうかわかんない、どういう話が彼初めてだったんですかと思いますか。そうなんですね、まあ何、やっぱり視点を変えていくだけの話だと思うんですけどね。別に同じ出来事をどこから見てるかっていうかことだけ、だいたいあんまり視点を変えないで物事ってみんな見てる。だから今日ね、東院長の町長さん来てくれて、水谷町長お越しになって、あのグッドニュース社っていうのをもう東院長でやるからみたいな話をしてくれて、皆さんもご協力よろしくという話だったんですけど、あれだって世界のニュースっていうニュースは全部バッドニュースなんですよね。その人が悲しむこととか、人がなんかね、明るい気持ちになるものはニュースとしては流れてない。それを同じものをバッドの方から見てるらしいに、グッドの方から見ていったらどんな世の中に変わっていくだろうっていう、それだけのこと。でもそれって今までほとんどの人は誰もやってない。その世界中バッドニュースしか流してない。たまにいいことが流れたりすることはあるでしょうけど、それがそういう視点のニュースばっかりに変わってるってことはないです。またやっぱりバッドニュースに戻っていって、だからこの間久保塚君なんかもそういう意味において、まあいわゆる今で言うバッドニュースをグッドニュースの方から見てみたらどうなるみたいなところに多分あのびっくりしたわけではないでしょうけど、なんか喜んでくれたのかなと思いますね。なんか材料としてそのグッドニュースの方が見つけにくいんです。それから見つけたとしてもあんまりその視聴率を取れないという、そういうこともあるんですか。より人間ってね、人の欠点が一番に目につかないですよ。そのあんまり人の頂点を見ていくってことってないでしょ。なんですか。もう村尾さんなんか欠点ばかり見つけてる。そんなことそんなこと言うわけない。いやだから欠点の方が見やすいってことある。っていうのはあの自分でもね、自分の欠点ってほとんど自覚しない。でも人の欠点は分かるんですね。あの僕はあの知的障害を持った人で大人になった人と一緒に暮らしたことがあるんだけど、彼らは知的障害のある人と知的障害者が大嫌いです。あの仲良くっていうのは全くそれ、たまたま利害が一致したときに仲良くしているように見えてるだけで、実はすごい仲悪いんです。仲悪いってのは何でなのかと思ったら、自分が知的障害があるってことの自覚ってほとんど誰もないんです。ところが隣にいる人が知的障害があるのは分かんない。だからなんでこんなバカなやつと一緒にされてんのってみんなが思ってる。いやそういうもんなんです。でそれはでも知的障害のある人たちの世界だけでなしに、我々の世界もそうですよ。その自分の欠点ってほとんど分からないで、人の欠点ばっかり分かるわけ。だからそういうものなんだな。だからニュースっていうのもどうしてもバッドニュースが主流になる。
で、いいところは認めるけれど、なんていうの、それが全てではない。でも悪いところっていうのはそれが全てと見えるんですよ。そこがなかなか社会がうまいことやっていけないところなんかなと思って。多分道徳の教材もまあ悪い、どっちかというとバッドニュースを題材にして道徳性を考えていく本も多いかな。やっぱりいい話をね、何が良かったみたいな授業にはなかなかなりにくいですよね。そういうのだからちょっとグッドニュースから物事を 見るっていう、これ子供の間にも習慣つけてあげると、まあね、ただそんなことをや多分ね言ってくるのは何かって、そんなことばっかりやったらもう損ばっかりするぜとか、そのね、騙されやすい人間だとかって、そういうふうにしてまたバッドの方から見てくる。でも僕はそうではない。やっぱり性善説っていうか、人っていうのはやっぱり素敵な人であるってことが前提ですよ。でな、どうしてそんなことが言えるかっていうと、やっぱりね、人が出会うっていうことの確率を考えたときに、なかなか人っていうのは出会わないんですよ。そのね、その人類の発祥っていうのは450万年ぐらい前からって言われてるんですけど、450万年ぐらい前から自分が今生きてるところまで一度も命が切れたことがない。だから自分がいるわけです。みんなそうです。全部450年前から命がつながってるんですよ。ということは自分が450万年分の、たとえ全員100年生きるとしても、たった100年しか生きられない。450万年分の100年なんてあっという間ですよね。でそれでなおかつ人と出会おうと思ったら、その100年が同じ時代でないとあかんんです。ちょっとでもずれたら出会わない。100年の中で出会う。でということは450万年分の100年の確率でしか会えない。かつ横を見た時にこういう人間が77億とか78億いるって言われた。ということは地球上にこの同じ100年の瞬間を持っているのが78億あるとしたら、出会える確率は450万年分の100年の78億分の2なんです。まあ出会わないわね。でそれがこれ今日見てても毎月出会ってる人、月に2回会ってる人がいるから、もうこれがこれを奇跡と言わないで何を奇跡と言うの。そこで出会っていくことが悪いはずがないって僕は思ってる。で仮に悪いやつであったとしても出会えたことには感謝せよって思ってる。もうね、殺されてもありがとうって言わなあかん。もうそれぐらい出会うということは奇跡なんだって、そう思ってまあそう考えた方がなんか素敵な人生を生けるかなと思ってるんです。そうそう、時間ですので、はい、どうも。